肘城石肘藩は文吾国早見軍に存在した藩。拠点は早見軍日出。居城は日出城。藩主は木下家であった。藩祖は豊臣秀吉の正室、高大院の兄、木下家貞の三男である、木下信利である。信利は、慶長5年の関ヶ原の戦いの時、東軍で終始活躍した功績により、戦後、 徳川家康からこ戦国家族の文豪国早見軍、日出三万国に封じられた。なお、父の家貞も、信年とは別に所領を与えられ、備中国海洋軍足森に足森藩を建てている。なお、日出、足森両藩主家は、高台院の近親ということで、大阪夏の陣後も、豊臣氏を称することが許されていた。信年の子で、第二大藩主となった、 木下俊治の時代、弟の木下信義に五千国の所領を分与したため、非肘藩の所領は二万五千国となる。江戸時代を通じて違法も原法もされることなく、十六代に渡って、木下家は日出を支配し、明治時代を迎えた。明治四年、廃藩地権により、非肘県となり、後、大分県に編入された。戸様三万国千六百年入法。 信ぶ春し春ゅ春じしゅんちょうしゅんりょう、としざいとしほとしかんとしの市と市やすほど都市まさ。ありがとうございます。